はい、皆さんこんにちは、タートルです。スクワットや足のエクササイズやってるのに全然足が細くならないんです。お尻も垂れたまま。そういった方におすすめなメニューを紹介していきます。足パカってありますよね。あれ実はちょっと角度を変えるだけでめちゃくちゃ効果的なエクササイズになるんです。足痩せのポイントは筋肉のバランスなんです。ほとんどの方が中殿筋と小殿筋が弱い、もも裏が弱いんです。ここを重点的に今回は使っていきます。寝っ転がったままでできますので一緒に頑張っていきましょう。今日も一歩前進です。まずは横に寝た状態でつま先を上向けます。この状態で上の足をゆっくり動かしていきます。スタート。動きは合わせてください。女性は特にゆっくり動くことを意識した方がいいです。つま先しっかり上げて動かすとお尻の横が痛くなってくるのが分かると思います。あまりお尻の横が痛くないよって方はつま先もっと上向けてください。体はできるだけまっすぐですね。ゆっくり使っていきましょう。早く動かす人多いんですけど、早く動かすと腹筋の深層部に効きません。はい、 OK です。今度はこのまま上の足を曲げて後ろに持っていったら手で持って腸腰筋のストレッチ繰り返していきましょう。曲げて後ろに持っていったら足首持ってストレッチ。動きはゆっくりです。お尻のね、横の部分が痛くなってくると思うんで、痛くなってきたらね、少し叩いてもいいです。とにかくゆっくり動くのがポイント。楽なね、姿勢でやってもいいです。とにかく上の足は持ち上げたままで、ももを抱えるストレッチです。はい、 OK。 今度はこのままちょっと斜めになります。真下ではなくて斜めになってかかとを上向きに動かしましょう。ちょっと難しいかもしれませんが、これでお尻の横とももの裏が使えてます。しっかりね、お尻の付け根を支点に足を動かす感じです。もも裏、お尻使ってる感じが分かるようにゆっくり動かしてください。斜めなんでね、ちょっと難しいと思いますが、これがね、足痩せ、反り腰解消に大切な部分です。早く動かしたいよとかではね、筋肉太くなりやすいんで、ゆっくり動かしてください。はい、OK。 次は同じように反対向きです。つま先上向けて動かします。 OK。 しっかりね、つま先上向けて、体がね、まっすぐじゃないと難しいんでね、上向けて足の横を使います。ちょっとつま先開きにくいよって方はね、お尻少し前に出してみてください。気づいたらね、つま先前に向いてしまうんで、何度か意識してね、つま先開いてください。極端に言うとつま先上向けてまっすぐ上げるイメージ。痛い。はい、 OK。 よっしゃ、だいぶ効いてると思います。次はね、曲げて後ろで腸腰筋ストレッチスタート。これはね、楽な姿勢でいいです。あ、バランス取れる。バランス取りながらね、分からなくなるんでね、ゆっくり
正確にね動かしていきましょう。足をね後ろに持ってって、この辺が硬いよって方はね反り腰の傾向があるんでね、しっかり伸ばして、はい、OK。 次は斜めですね、かかと上向けてゆっくりお尻の付け根を支点に動かしていきましょう。あと、とにかくゆっくり、回数とかで考えちゃうとついついねその回数こなすような悪いやり方になってしまうので、できるだけゆっくり、毎回ね1回っていう感じで筋肉にね意識を向けてください。お尻の横ともも裏効いてるよって感じがあればバッチリ、あんまり効いてないよって方はねもうちょっと下向きです。はい、 OK。 今度は上向きで寝ます。膝90度よりもちょっと前に出して動かします。これもゆっくり、腰をできるだけつけてね、膝が90よりもちょっと前、これで股関節をね開くっていう意識だけしてください。ほとんどの方が横脚 X 脚なんで、閉じる意識よりも開くっていうねすることで足のラインが良くなります。ゆっくり開く、閉じるのはあまり関係ないです。関節を開くっていうことだけ。少し、はい、OK。 はい、ラストは膝抱えて開いて力を抜きます。これで腰をしっかり丸めます。もしねしっかり腰丸めたいよって方はね、手でもも裏持って引き寄せてください。ぐーっと引き寄せる。足はね曲げないように、この足がね負荷になりますから、これがこうしっかりね重りとなって腰が伸びますんで、最後はリラックスです。力を抜いて目つぶっていってもいいね。しましょう。痛くないと思いながら伸ばしてください。しっかり取ってと思います。はい、OK です。お疲れ様でした。今回の足痩せルーティン頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.